ST 警視庁科学特捜班は1998年から刊行されている今野里氏による日本の警察小説シリーズ。2013年に日本テレビ系で単発スペシャルとして同名タイトルでテレビドラマ化された後、2014年に ST 赤と白の捜査ファイルのタイトルで同局にて連続ドラマ化された。その後2015年に 同ドラマの劇場版として映画化された。現代犯罪の多様性に対応するために、警視庁科学捜査研究所に新設された ST と呼ばれる架空の組織の活躍を描いた作品。非常に優秀な能力を持ちながらも、それぞれの理由によって科学捜査に従事している ST メンバーが能力を生かして不可解とも思える様々な事件を解決していく。 シリーズ第一作は1998年3月に、講段社ノベルスより刊行された STK 市長科学特捜班。以後、STK 市長科学特捜班毒物殺人、STK 市長科学特捜班黒いモスクワを経て、ST メンバーそれぞれに焦点を絞った色シリーズ、さらには各地の伝説を物語に絡めた伝説シリーズが刊行されている。なお、 ST メンバーの名前にはそれぞれ赤、青、黒、山吹緑といった具合に色の名前が含まれており、それが赤の調査ファイルというように前述の色シリーズのサブタイトルになっている。2010年12月現在、講段社ノベルス版が11冊、講段社文庫版が10冊刊行されている。また、2009年11月から2010年4月まで、 佐賀新聞等の地方新聞にて、シリーズの序章にあたる、加護が連載され、2011年7月には、シリーズの中で初めてハードカバーで、単行本が刊行された。警視庁のキャリアである百合根智久警部は、上司の西草と郎三次官に呼び出され、創設時の華々しい活躍以降は、すっかり警視庁の無駄飯くらい扱いされている。 科学特捜班通称 ST の監督役を拝命する。それぞれが一芸に秀出た優秀な捜査官ながら性格的に難を抱え、通常の組織ではやっていけないはみ出し者揃い。中でも優秀な法医学医師で天才的頭脳を持ちながら対人恐怖症を抱える赤木サモンはユリネと顔を合わせようとすらしない。ST を束ねるためにユリネは 宿泊するが、捜査一家との連絡係である元先輩の菊川、警部補からは闇を言われ、現場の刑事たちにはあからさまに疎まれ、落胆する。しかし、徐々に、事件の捜査における、ST の優秀さが現れるにつれ、周囲からの彼らへの接し方、ひいては組織内での彼らの評価、立場にも変化が生じていく。ノベルスは、講談者ノベルスより、文庫は、 講談社文庫より観光。2013年4月10日21時23時8分に日本テレビ系にて単発スペシャルドラマとして放送された。藤原達也と岡田正樹のダブル主演。後述の連続ドラマ化に伴い、2014年7月2日には BD、DVD が発売された。荒筋警視庁キャリア組のゆりねともひさは、ある日、 仮想権内に新設された、捜査権を持つ町内のはみ出し者による、集団、通称、ST こと科学者集団、サイエンティフィックタスクフォースの統括を任ぜられる。仮想権の優秀な分析官だったが、とある事件で負ったトラウマから、引きこもりとなり、人前に姿を現さなくなった ST のリーダー的な、存在である、赤木サモンに至っては、捜査会議にも出てこない。 エリートであるものの経験も浅く、ストレスに弱いユリネは、メンバーたちの変人ぶりに頭を抱える。そんな中、日本初の無差別銃乱者事件が発生し、ST に出動命令が下る。キャストスタッフ、ST 赤と白の操作ファイルのタイトルで、2014年7月16日から9月17日までの、毎週水曜日22時23時に、日本テレビ系の 水曜ドラマ枠で放送された。主演は藤原達也、岡田将生。本作品は前述した単発ドラマの続編。最新話は本放送日から1週間だけ公式サイトで無料配信を、日テレオンデマンドで有料配信された。平均視聴率は11.3%。あらすじ不完全ながらもどうにか ST のキャップとして格好がつき始めたゆりね。 だが、創設の立役者で、事実上の貢献役でもあった三子が突如警察を辞職し、喫茶店のマスターに倶ら返してしまう。公認の松戸紫よりは、過去に緑と角質があったようで、ST の存在を心よく思っておらず、解散をちらつかせながら成果を要求する。引きこもりからは脱出したものの、持ち前の頭脳から繰り出される数々の嫌味や、 毒舌により現場の刑事たちと激しく対立する赤木。そして、マイペースを貫き捜査会議や現場をかき乱す、青山たち。ST を守るため、ユリネは、警察組織と赤木ら ST メンバーとの板挟みになりながらも、奮闘する。キャスト原作と一部異なる設定もあるため改めて、記載。連続ドラマ独自の人物説明を記述。 警視庁科学特別捜査班警視庁刑事部捜査第1課ゲストキャスト名誉この表記は出演会スタッフ放送日程2015年1月10日に全国東方系で公開された撮影は連続ドラマと並行して行われたゆりねの移動を4日後に控えたある日凶悪犯罪者を乗せた護送車が車と衝突する事故が発生する 脱走した犯罪者は即座に再逮捕され、解決したかに見えたが、運転手の証言と監視カメラの映像から、その交差点は全方向に、青信号が点灯していたことが判明する。容疑者として、カブラキトールが挙げられ、一通りの推理を解いた赤は池田に、カブラキに関するファイルを与えるが、その住所は偽物であり、本来の住所に向かった、捜査員たちが見たのは、炎上した。 カブラキ宅から出てくる赤木とカブラキの少子体だった。赤木を池田と松戸が取り調べると、警察のネットワークにハッキングしたカブラキが汚職を暴いたために殺されたと証言される。これらの状況と ST から赤木の汚職を暴いたファイルが提示され、本人に促される形で赤木を逮捕する。ST は解散に追い込まれ、真意を確かめたいゆりねは池田を殴ることで、 逮捕されて、赤木の隣に留置されるも、その真意を明かさないまま赤木が脱走してしまう。松戸を中心として、本事件の捜査本部が立ち上げられ、釈放されたユリネをはじめ、ST も吸収されることとなる。ここに、逃走する赤木と赤木を追う捜査本部との戦いが始まった。連続ドラマのレギュラーキャストはべて出演する。ゲスト ST 赤と白の捜査ファイルに関するカテゴリー。 ありがとうございます。